海藤夏樹は日本のチアリーダー。茨城県取手市出身。血液型 A 型。上層学院高校時代には甲子園にも出場。アルプス席で球児たちに声援を送った。大リ林大学進学後も同大学のチアリーダー部に所属。試合では補欠だったこともある。その間、全日本優勝など様々な賞を受賞。大学卒業後は鹿島建設に 就職、2004年から2009年までの5年間、X リーグ、カシマディアーズチアリーダー系 d c にて、2005年から、副キャプテン、2007年からはキャプテンを務めた。また X リーグオールスターチーム、ビーナスメンバーとしての活動もあった。2010年単身渡米。NBA のボストンセルティックス、ニューヨークニックス、ロサンゼルスクリッパーズ、ダラスマーベリックスのオーディションに参加。 約300人が参加したマーベリックスのオーディションで合格した20名の一人となった。2010から2011シーズンには日本人で初めて NBA ファイナルの舞台で踊り、ワールドチャンピオンチームのダンサーとなる。敵地マイアミで行われた第6戦、優勝の瞬間はホームのアメリカンエアラインズセンターで行われたウォッチパーティーに参加していた。翌シーズンも マーベリックスのダンサーを務めた。2012年8月、サンアントニオスパーズのオーディションに一旦は合格したが、サインが結べなかった。2013年1月4日、自身のブログで前年10月に結婚したことを発表。同年4月に日本で披露宴を挙げた。2014年4月、NFL、ヒューストンテキサンズチアリーダーのオーディションに合格し、 同チームのチアリーダーとして活動した。2017年2月20日、第一種となる男児を出産。ありがとうございます。